はい、安倍文人やってきました。今日はね、もう中も入れますよね。岩垣不動産でございます。不動でございます。水が見えて。素晴らしい海だ、これ。行くんですね。いやー、今綺麗やね。もみじがちょうど紅葉してね。紋章があるけど。あ、反対側や。中、撮影は構いませんということでご覧したからね。綺麗見えますね、水戸は。そしたら日が、水戸すごいな、これ。こんなところで来るのか、あの佐川さんは。十一面観音。え、これわかるか。飛鳥時代やで。失礼します。ようにユーチューブで、はい、行きましょう。失礼します。合格本でございます。はい。やっぱりこっちを歩くべき。冗談がバッチリ見えね、こう。福見堂と。ほら、こら綺麗やわ。右の足になると、うねりまで見えるのか。すごいすごい。これ2022年5回受けて、虎。虎年かね。いやー、綺麗に見えてから。これがほら、右の足さ。ずーっと奥の山で、これ。二条だ。2022合格。これすごいよ、これ。そういうことだ。これはいいの。恥ずかしい。恥ずかしい。あ、そうなんや。超無名やけどね。探していいですか。はい。おばさんざる。どこから来ましたか。大阪。奈良からですか、はい、奈良からでこんなとこいつも来られましたろ、そうでもない、そう、これはあのなかなかでしたね、わしも見ましたけど、いろんな子ね、はい、これは生命堂でございます。安倍の生命堂ね、大名堂。
か。うん、そう、お財布になるな。古墳は見ましたか、古墳は。古墳。はい、行ってきました。古墳見ました、はい、はい、ありがとうございます。わしら古墳しか興味ないからね。はい、三三五書いてありますけどね。奈良から来られたらしいですけど。伊勢神宮の標識すごいぞ。これは合格祈願でございますかね。あ、すごいね。これはこれ本堂かな、これは。